スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はトモトリエコの ものづくりサポーターズ。ーーズはい、皆さんこんにちは。第三回になりますけれども、はい、スモールさんインターネットラジオのものづくりサポーターズですね。えー、まあ、この番組は須藤さんとね、はいえー。お送りするということで、今回第三回目を迎えるわけですけれども。はい、どうでしょうか。はい。あっという間の三回目で。 今日はまたまた面白い、楽しいゲストさんにお越しいただけますので、皆さん楽しみにしていてください。そうですね。今日のゲストは、えっと、ちょっと紹介しなくちゃいけないんですけど、今日のゲストは手強いですよ。触るのも怖いっていう感じもしますけれども。今日のゲストはですね、株式会社マテリアル代表取締役社長の細貝純一さんです。ビヨヨヨヨヨヨ。 皆さんこんにちは株式会社マテリアルの代表取締役細貝純一でございます皆さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますお願いいたしますいきなりスタートがねええやっぱラジオって楽しくやんなきゃしょうで何の事ですかところでともさんはなんかこう肩書き的ななんかはいいんですかね基本今回はやないんですか忘れちゃいましたけどもまあ私の肩書きはねとりあえずいいんですかはい今日は置いておきましょうはい じゃあのリエコさん方際はいいですいいですかじゃあリエコでリエコではい今日はとがなんだかまあ今日はリエコさんとともと純ちゃんとこの三人でね番組をお送りしたいと思いますのでどんな話になるかこうご期待はいそうですねじゃあよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろともとリエコのものづくりサポーターズ きれい、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す。宝光機はそんな住まい作りのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、鉢の捨て除まで。 お住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝広らこうとりえこのものづくりサポーターズ はいさて今回はですね先ほども紹介しましたマテリアルの細貝さんを迎えているんですけれどもいろいろ伺いたいこといっぱいあるんですけどもね、うんえー、まずどんなところから聞いていきましょうかね。うん、そうですねまずマテリアルさんって会社さんでざっくりですけれども、うんうん、どんな会社さんなのかっていうのも。ざっくり。<laughs> <laughs> ざっくりって一番難しいんですけど、あの大田区で製造業やってます。はい。ものづくりを中心とした、いわばあのアルミとか金属の切削をやったり。材料の販売をしたり、設計をしたり。まあ、いわばものづくりのよろずやってやつですかね。ね、あの、やはりお客さんが満足しないと、受注とかいただけないじゃないですか。で、やっぱり今すごくこう。 発注するのも大変なんだよね、バラバラでね。あれはこっち板金はこっちとか、いろんなことやってると大変なんで。それを丸ごとマテリアルに発注しちゃおうよっていうような会社づくりを心がけている。会社です。はい。まあ、いわゆるワンストップ。ワンストップ。はい、いいことですよね。ええ、得意だからね。日本語しか喋れないからね。ワンストップはい。はい。そうすると、だけど、まあ、そうですね。マテリアルっていう会社。じゃ基本的には加工。 っていうのがメインになるんですかいや実はなんだけど、はい、独立したのが材料問屋からこう出発してるのね。うんうん、で材料ってすごく武器で、うん、加工屋さんがさ、うん、いれば全部その材料販売ってできるじゃない。うん、っていうことは保険屋さんの場合に人間がユーザーであるっていうことで、うんうん、人間であるところずーっとみんな。 営業にしに行く権利があるじゃん、うん、で製造業の場合は材料を持ってる加工をやってるっていうのは必ずこう橋渡しができるわけじゃないだから人との出会いのプロデュースには非常にいいツールなんだよね、うんうん、だから材料の売上ってすごく少なくなってきちゃったんだけど、うん、あのここ大事にしたいところ、うんうん でやっっっっぱぱり素材って新素材材てて新いっぱい入ってくんじゃん、はい、だから海外のものとかこう難しいセキュリティがかかったような品物なんかもどうやって削ったらいいかっていうのは僕らが加工屋さんに教えるわけですよ。うんうん だから、自分たちは材料の特性も知ってる、加工をすることも知っている。うん、で、設計も、組み立てもできるってなると、うん、まあちょっとだけリードできるような会社を PR してるような雰囲気になるじゃないですか。なるほど。なんかもう、いい、でで言い方が巧みですけどね。<laughs> <laughs> うん、<そ>まああの、今ちょっとね、はい、人と、えー つながりのプロデュースみたいなキーワードもね出てきましたけどもうん、うん、え,ー、えっとでもまあじゃあそうは言ってもね、細川さんの会社っていうのはやっぱり製造のファクターっていうのは大きいんですかねうん、うん。でかいですよ。今はあの社会インフラ中心とした仕事が多くて、でやはり素材販売ってなかなかこうね工場数も減ってきて、で大手は自社調達になりながら、まあそういうところにも入れてるんだけどね。で海外生産 っていいうのが多いじゃないですだから非常にマーケットとしては材料は少なくなくっってきてるってきるいうのは今の今現状の、うん、だけどあのやはり僕が加工をやりたいなって思ったのは、うん、僕が独立した当時にさその前ね、うん、サラリーマンの時に100円の材料入れるわけよ、うん、配達してでそうするとさ加工屋さんの親父がかっこいいこうモデリングをしてねで付加価値で1個10万円になっちゃうわけ。えーうん こんなに儲かる商売ねえだろって思うよね<ー>だって斉藤ちゃんドリル作ってるより加工した方がくまあだけど、まあ、うちの実は創業者っていうのは祖父なんですけども、ねうんうん、祖父ももともとんで加工をやろうと思ったかっていうと、うん、やっぱりこう、うん、さっき今細川さんが言ったようにね100円の材料が例えば1万円になる、うんうん、もう要はこれ 100, 100円が1万円になるってことはお札つってるのとほぼ、うん、同じじゃないと。 怪しい感じだねで結局やっぱりもともとお魚の商売だったんだけど商業じゃなくてやっぱり製造業をやりたいっていうのが、まあ、うちの創業者のもともとの発想だったんで、まあ、今の細谷さんの話っていうのはまさにね同じようなことだなって思って聞いてたんですけどやっぱりね付加価値がないとなかなかその技術力も進化していかないじゃない。うん だから利益っっててすごく会社大事でさだけど100円売って5円儲けるよりはやっぱりそこの中に技術を売っていくっていうそういうものがプロセスとしてねないとなかなかものづくりも発展しないっていうところがあってさ機械だって高いじゃ今だ1台5,000万とかしてさねいつ回収できるのか大変だよねマンション1軒買うんだってさ1つの部屋だよ。万一生払ってくんだよそそうれ俺たちさ 大変だよね。<laughs> しかもね一台ではできないわけだからそういう数千万円クラスの何台も揃えてだからねものづくりってねずっとこう技術を進化させていこうとするとすごくなんていうんだろう S.M. 状態になるわけよ S.M. うん一つさだってこう返済が終わったとかで S.M. って繋がるとこは違うよあのねこう何かがこう買うじゃん買ってようやくローンが終わるなと思うとさ時代の進化で機会が良くなっちゃってるわけでそう。 するとさもう終わってこれからもうローンがなくなってねあもうかるんだと思った時にまた自虐的に設備しちゃうんですそうするとまた自分の尻を叩きながら頑張っちゃうわけその姿が製造業の僕ら中心とした人たちっていうのはなんか気持ちがいいんだけどねそれをやっていく勇気がないとなかなかその世界の技術力に対応できなくなってくるっていうのかな。だっってて僕たちののもづくりね よくほら中国とか韓国とか台湾でさ、うん、量産やって、うん、プログラムを作ってインストールして機械に入れれば、うん、絶対できちゃうとか思うじゃない。だけど、うん、精度ってものがさそこに100分の1だの1000分残って入ってくると、うん、日によってばらつきが出てくるんだよ。 はい。で、そういうことを、こう、小ロットで管理するっていうのは。うん、やっぱり、日本のくばり技術がないと、なかなかできないんじゃないかない。そうですね。なんか、今日は、すっごい感銘を受けるんだよ。うん、<laughs> い,やい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 や。いつも話してるじゃいです。ん <laughs>、ね、真面目な話しかしないからね。<laughs> まあ、ね、どん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 話が広がってっちゃうんですけど。はいえー、まあ、基本的にね、細谷さんがマテリアルっていう会社を。始めた時っていうのは、やっぱり、もう、そういう。 製造するっていうのは頭にもあったってことですよね。製造そうそ、ん、うっていう領域に飛び込み、そうそうそう加工屋さんじゃなく、うん、僕は材料丼屋さんに勤めたんで。うん 素材販売ししそこから加工屋さんとお話をするようになってまあもう俺も18ぐらいの時だよねそうするとさ語ってくれるんだよおっちゃんが「細貝この100円の材料が10万円になるの」っていうのはすごく大変な技術がいるんだとかって語っちゃう親父とかいてでもねそのおっさんが汚えんだよ学校が。だけど俺はかっこよく見えたのよ。 だから俺も学歴がないしね、うん、ああこれは手に職つけてこういうおっさんになりたいなっていうことをこうずっと思ってたわけ、うんうん、で、うん、せっかく材料もやってるしさ、うん、そんな人たちともいっぱい知り合えるんで、えー、じゃあご近所のかっこいいおっちゃんたちに俺も変身してみようかななんて思ったんだよね。うんうんうん なるほどねじゃあもう本当に独立した時はただの材料じゃなくてそっちの方向をちゃんとあもう加工がやりたくてそういうことですねさらに今やってる時も社長に加工までやる会社を作りたいっていう提案を投げてまあそれはダメだったんだねバブルの頃ってさなんかちょっと仕事をポッと動かすとさすぐ金が動いたじゃんあんな時代だからねなかなか挑戦っていうことをしなかったね1992年創業されたんです年 ぐらいいい立ってる頃でね。じゃあ後がないのが一番俺には良かったのかもしれない。うん、あ<ー>もうあの、うん、戻る道がないっていうね。えー、戻る道もないしさ、うん、歴史もないし、うん、何にもないから資産もうん、うん、だから常に前向くしかないっていう環境が今役に立ってんじゃないかな。うん、覚悟しても前に進むしかないみたいな、うん。そう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 。うんうん ますますお話を掘り下げて聞いていきたいところですが、ごー<お> <laughs> どこまで、<laughs> まあどうしましょうか。じゃあちょっとマテリアルっていう会社ね、千九百九十二年創業ということですか、はいはい、もう今二千十四年ですから、はい二十二年目ですよね。あ<ー>まあその期間なんかこうちょっと。 いいろろろあるんだろうな苦労話とかこなんかさ <laughs> <や>涙が出るような話聞きたいじゃん。全然いつもポジティブだからそんなこと全くないんだよね。<laughs> ねっていうのはさある意味さっき言った「後がない」っていうのがあるから何か問題が起きた時には必ず解決しなきゃいけないっていう使命感が出てくるわけよ。っていうことはさそれがお涙ちょうだいみたいな話になんなくて実はそれを必死にこうクリアしていくってことが自分の中ではなんか。 血を絞る必死さっていうのがねその苦しさに変わらなかったんだよねでその時に人間ってすごいいいものがあってねんで何かにこうぶつかって真剣に取り組んでいくとそれを助けてくれる人たちが出てくるんだよんいつもいつもそうなんだけど独立創業した時の話でさ、うん、のれん分けしてくれるって言ったわけ社長は、えーえー で自分の息子が成長するまでね、うん、まあ何年か待ってくれよって、うん、まあ引き継いでる社長の前で申し訳ないんだけどさだけどなんだけど <laughs> こういう話がやったわけ、はい、あ俺ずっとサラリーマンでもやってもいいなって思ってたの、えー、実はその社長も嫌いじゃなかったから。 そこの中でさやっぱり提案が通らないことが自分で自分の道を塞いじゃうなと思ったんで、うん、まあ独立しようと思ったわけ、うんうん、でも独立したいって言ったのは二十歳の時だったもん、うん、でそれからなんで6年もいたかっていうのは、うんうん、自分のその会社の社長の息子さんを育てなきゃいけないっていうことがあったわけ。 で6年経ったらレン分けしてくれるよ、えー、で仕入れ先も紹介するよ、はい、で客も持ってっていいよとかさいろんなこと言ってくれるわけ、うんうん、であそれだったら頑張ってやろうと思って出た瞬間に実は辞めたたことすらら言言うなぐらい言われちゃったんだよ、うん、だからその時に実は仕入れ先も全部さ挨拶しに行ったら止められちゃって、うんうん、あすっげえ俺は悲惨だなと思ったんだけど、うんうん、その時にさ今のその地方上企業になったね、うんうん 白株っていう会社があってそこで係長だったさ角田っていい男がいたのその時に「いやそんなひでえ話はねえだろ」って一生懸命やったんでって言ってでも自分の中でも応援したいということで取引してくれたんだよねそそうするとスーパー大手が取引してくれるってことは信用ってついちゃだからそんな形でこうんか人に支えられてきてうんそうやってんか山を登ってきたのかな 今その社長はそこの会社の代表取締役になってる。叩き上げになってるから。だからやっぱり心身にいっぱいこう気持ちで集まってきてくれた人って何かやっぱり光るものがあるんだろうね。うん,うん。だからそういう人たちに支えられて、だから私生活はともかくとして、ーあの、<laughs> 仕事はねやっぱり必死にやらなきゃいけないっていう、うん、まあ私生活もそうだよ、はい、あの家庭を大事に守っていかなきゃいけないとかあるけどさ、はいはい、だけどやっぱり仕事としてトップを張ってるんであれば、うん、やはりそういう人たちとの関わりっていうのは真摯にやっていかなきゃいけないなって思うよね。 なんかね、やっぱり「人」っていうのはキーワードでいろんなところに出てくると思うんですけどその「人」っていうのはじゃあ、うん、マテリアル始める前から結構そういうことはね感じてたのかなって感じもうね6歳の時にうちの親父がね最初の親父が離婚して片親になったからさ。うんうん でそん時からなんかいろいろ支えてくれたよね近所のおっさんとかそういうご経験なさってまただからなんかそれがじゃあ寂しかったのとかっていうとうんそんなことはないのよ、えー、そういうなんか近所の親父たちがこう、うん、いっぱいおばちゃんたちが愛してくれたりさ、うん、して、えー、なんとかこうせこく生きてきたっ 全てこうポジティブに受け止められる、ね、細さんですよね、まあ、ただね、はい、今そのインターネットとかさ、えー、いろんなことになってメールでしか話せなくなってる若若者とかも若干いるかもも干いいるしれないじゃん、うんえー、でそういう中ではその急須になった人間関係をもう一回さうちの地域もそうなんだけど、うん、やっぱり醤油の貸し借りができるような地域に何<ー>か信用と信頼だけで。 やっていけることがなんとなく僕らの地域の活路なんじゃないかないいでね,ね大賛成ですね、うん、じゃあもうちょっとお話もあれですけれども、うん、一旦 CM の方に入らせていただいて、はい、引き続き細貝さんのお話を聞かせていただこうと思いますそうですねはい。じゃあ後半もよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますトマトリエコのものづくりサポーターズ さんどこ行くのかな「湯って書いてあるわあパパふじさんああったかいねパパうんきもちよかったねでもお湯なくなっちゃったねもっともっの ものづくりサポーターズ。 それでは前半でですね、ちょっといろんな話をね、聞きましたけども。えっと、じゃ、これから後半に入りますけどもね。まあ、いろいろな話をされたんで、どっから突っ込んでいこうかなというふうには思いますけど。暴走しないように話しますから。ぜひお願いします。で、まあ、そうは言ってもね、まあ、あんまり、もう会社のことばっかりでも。一番組終わっちゃうんですけども、まあ、細貝さんっていうと、やっぱり。まあ、ボブス。そうですよね。これ、ボブス、そう、外せないな。って思うんですけど、まあ、まあ。 一方でね、えー、この話も何百回も話してるし聞いてる場面もあるんで、えーはい、なんかちょっと今日ーあのサービス的にちょっと他でも話してないようなこととか、ね、ことあれば聞きたいなと思いつつも,もそれを探す方が <laughs> <laughs> 相当時間する。<laughs> まずなんでですよねまず初めて細貝さんのことをお聞きになっている方のために「うん、ボブスレって?」っていうのと本、うん、社のマテリアルさんのお仕事とボブスレーがどうつながっていくのかを教えていただいてそこからすみません。 もともとはそのボブスレーをやる前にアーチェリーをマテリアルではやろうと思ったの。っていうのはさ俺も2001年ぐらいから2007年ぐらいまで、うん、携帯電話の基地局とか、うん、えっと液晶パネルの製造装置で食ってたわけ。うん、だけど 液晶がずっっとこう伸びやかになててき圧倒的にさ見積もりの金額が半分だとか3分の1だって言われる時代が2002年うん、うん、2003年だったわけうん、うん、で小泉政権バリバリの頃でさずっといざない景気って言われてねうん、うん、でその頃2007年にはトヨタ自動車が最高益だって言われててうん、うん、実は中小企業の中のその大田区のさうん、うん、出 金額っていうのがねものづくりの半分以下に落ちちゃったわけ、うん、1>, 1兆円近かったんだけど5,000億以下。うんはい、ってことは市場がなくなった海外に移る、うん、あこのままじゃいけないね、うんはい、で次の市場って何だろうって言った時にさ、うん、航空機がすごくねその盛んになってくるなっていう雰囲気がなんとなく伝わってきたじゃないか。うんうんはい でそんな中でこれからの軽くして燃費を良くするでボディは炭素繊維、うん、で中身は金属だよと。うん いうところで、あそれだったらば炭素繊維と金属って俺たちはあんまりわかんないから、炭素繊維時代がね。だから、それだったら炭素繊維を座学じゃなくて作っちゃって、で、会社の PR のためにオリンピックで金メダルなんか取っちゃってみたいな妄想するわけ。で、その時に一番大事なのは、大手企業が参加してないってことが大事だよ。で、その時ヤマハさんがやっててさ、それが撤退してたわけ。 でその時に、はい、じゃあ俺たちはじゃあアーチェリーやろうかって言って実はマテリアル単体でやり始めた<ー>それが2007年後半ぐらい。はい、でその時にいろいろやっていくうちに武器製造になっちゃったりいろんなことでこう大変になってね。うんうんうん でちょっとだけ置いこうと他に何かいいもんないかなって探していたら2011年に大田区産業振興協会のさ小杉ちゃんっていういいやつがいてそいつが持ってきてくれたわけボブかでその時にねやっぱりいろんな協業とかしていかなきゃいけない単体でものを作るって。 いろんなリスクがあるわけだからその時にやはり震災の問題とかが実はあってその頃ねでそうするとやっぱり地域力高めなきゃいけないなとかその小杉がいいこと言うわけで俺も感じてるんだけど言葉にはできないっていうところを言葉にしてくれたやつなんだけどね。でそういう中でじゃあ我々の地域航空機産業も目指しながらまあ市場としては目指さないとさ ななななかなか,つかめいいじゃでもう一つはこの地域を世界に広めたいと。うん、っていうのはさ海外から仕事を取ろうって非常に大変なの。うん、で羽田空港ってロジスティックスがさすごくいいものが我々の地域にあるわけ、うん、その羽田の周りには4,000社近くの工場があってさ、うん、何でもできて何でも輸送できるわけ、うん、だったらわざわざリスクを犯して大手メーカーについていかなくたって検証しながらやれるだろうっていうのは単純発想でもう一個はなんだけどやっぱりそのの地域の中で 自分たちって何やってんのかっていうとさ、うん、メーカーじゃなくてみんな自宅産業でやってるわけっていうことは急須になった大手がさ、うん、やっぱり中小企業ってどう使っていこうかっていうことが、うんうん、すごく頭の中で脳裏が薄くなってきてるんでしょ、はい、考えれることは。 だったら俺は一番やりたかったのは日本のスーパー大手っていうのは世界に通用する力があるからその足元をもう一回中小企業で照らしてみたいなって思ったわけ、うんうん、で、俺たちの使い道は自分たちで PR する、はい、で向こうも気づくように俺たちは、はいうん 火をこうもやもやと燃やしていくわけよ。<ー>でそういうことをしながら何か一つ世界戦略の中で僕らも大手企業のこうサポートができることってたくさんあるだろうということでまあボブスレーをやっていこうと思ったんだよね。 私今の話聞いてて思ったのは産業の空洞化っていうのはもう随分騒がれてるじゃないですか。うん、でその中で今までの下請けっていう地位から自分たちでっていう動きも、うん、まあずっと起こって ていはますよねだけど私今細川さんの話聞いて思ったのは細川さんは決してそういうふうに考えてるんじゃなくてやっぱりのこことのタイアップの要は協業の形を変えていこうとそれでそこをやっぱり使って海外に発信もそうですし受注もそうですしそういうことをやっていこうっていうふうに 聞こえたんですけどだってさメーカーになるとか一攫千金するってこれだけ製造業ある中で何件がそのチャンスあんのって言ったらじゃあ今まで誰に食べさせてもらってるのって言ったら大手じゃない。はい、となったら受託産業っていうのは切っても切れないっていうところが必ずあるわけでそこがさ大手がこうやってくるからとかっていうことを言って逃げるよりは逆にもっといい。 プランの、ね、出し方ってあるんじゃないかなとかって思うわけよ、えー、そで,、ね、でその中でチャンスを伺いながら自分たちでもアイデアを形にしてね、うん、でいろんな商材を作っていくってことは全然チャンスとしてはありない、ねうんだけどやはりその固定給っていうのはさ、えー、大手、ね、企業が必ずくれてるわけじゃん。うん、だからそこをやっっぱり感謝しななきゃいけないなって思って、うん 俺はあの究極の下請けになりたいなって思うわけ。うんうん、ああマテリアル頼んどきゃ大丈夫だよねって言われるような存在になりたいっていう。はいはい、うん。だからなんかそんなにその、うん。 まあ、いろんな品物を、こう、発掘していこうっていう意欲はいっぱいあるよ。うんえー、まあ、来年になったらすんげえ品物出すからさ。<laughs> 今話せないんだけど。なんでしょう。<laughs> だけど、そんな夢も見ながらやりながら、事実はやっぱ足元固めていかなきゃいけない。これは絶対にあると思うん。だから、 ボブスレやって実は中小企業同士のさ連携だけじゃなくて大手も一緒に混ざっだから俺たち1円もお金がない時からボブスレー作って3台も作っちゃったじゃん。でその中にはさいろんな大手が俺たちを助けてくれで今度第2章になって今度ソチから韓国へなっちゃったじゃん。でその話はまあ次ね話すけどさその時に今やってる人材育成とかいろんなことでは大手の企業ね富士通 東京航空景気とか、うん、いろんなその僕らがすごくこう付き合いづらいような大手メーカーがいろいろ協力してくれてるわけ、うん、でミックスして中小企業と大手が今新しいことをやろうぜって言ってくれてるわけ、うん、だからそんなイノベーションも起こせたのもこのプロジェクトの魅力じゃないかなって思うんだよね。その中小企業さんとと一緒ににお互いい役割を持ってやるきどれぐらいずつ シェアして,っていうかそのうまく付き合ってチームでその大手さんと付き合うっていう意味でいろいろ課題があったかと思うんですけれどもあ僕はね、はい、あの知り合った大手の方には必ずこれやって、うん、あれやってっていうの、はい、でそれダメならしょうがないじゃん。だだけけど少しだけ いいことがあるなっていう想像が人よりもちょっとだけだけでだからこういうことやったらこういう cm になりませんかねっていうアイデアをお互いにやっていってその結局心の底では実はバーターじゃなくて人間同士のつながりを適用だとか小さいのとかね言われながらも実は心でやってくれてるわけでもその中にはさ会社のお金を使ってやるときには何か 説得力がなないいいととけんで相手にってそういったものを少し提供しながらそんなこと本当は期待してないわけだけど一応ね組織としてやらなきゃいけないなとかっていうことでコラボレーションしててくれだから今チームのみんなもねいろんな百数十社って関わってくれてるけど。 だだけけどどななんん実はそれってレレギューションがいですよ何かをこうしなきゃいけないこういう決まり事があるっていうことは非常に少なくて実は入り口口広広くく出もなんですよだから一番志の高い人たちが集まるっていう環境を作っていかないと実はねあのこう異業種交流だとか何かこう何々会って存続しないんだよ。だいたい3回ぐらい会うとさ飲み会行ってもつまんなくなってくるじゃんマンネリしてきて。 だから、そういうことよりは、なんか期待時に来てもらって、でも、ちょっとお願いした時には協力してよみたいな。そんな感覚が、こうある、志のある人たちが集まる環境を作りたかったんでね。まさに、今、大田区は、それかなっていうところがありますよ。なるほどね。もう、本当に義務感の排除っていうか、義務感を感じないようにする。まあ、でもね、義務感を、実は、ちょっと、僕も与えてるかもね。 悪いんだけどって誰々ちゃんどこもやってくんないどこれやってよとかねでもそれはあくまでもね例えば規則で縛るとかそういうことじゃないじゃないですか細川さんの根底にあるんだろうと思うんだけどやっぱり人と人とかね頼まれて頼まれ事っていうそういう中で全てをやっていくから一番ね最良なものをやらなきゃいけないっていう選別はするよねだって受けちゃったもので誰もメリットがないものとかあと例えば この2段階アップしたところの成功とか、うん、そういったものをこう想像することができるかできないかっていうのも鍵なんだよね。ていうのは今足元でやったら何の意味もないじゃないって思うことでも実はやっとくことが未来皆さんにすごくいい影響を与えるんだよっていうことがきちっと伝わることをしていかないといけない。妄想はね、うん ね世界をこう握ることですね。まあ妄想はね昔からやってそうだけどね。まあいろいろ妄想は妄想がイメージになって僕たちはほら若いからしたた妄想族やね。いや私もですよ妄想やっぱりねいろんななかったですからね。今みたいに今もね物は豊かなんだけど気持ち的に子供に聞いてもさいろんなことをね夢って何とか言ってさ一つだけ言わせようと。 うん、<ー>じゃなくてさ、うん、何個でもいいのよ、うん、夢って何って言ったら、うん、ああ次明日ハンバーグ食いたいなでも夢だっていいじゃない、えー、でそういうところから積み重ねていって、うん、実は自分のやりたいこと食いたいことっていうのから延長で、うん、導いてってやんなきゃいけない世の中になったと思うんだよ。 だからいろんなことやりたいやりたいで一番ここで今先にやりたいってことがあったらさそれを掴みに行くプロセスを考えればいいわけじゃんそうですねだけどやりたいことが伺わなかったら何にもないしねそうですね、うん、この放送終わったらさすぐビール飲みたいねって言ったらどこ行くって頭で妄想するじゃん、えー、<laughs> 今日はどこで何それも一つの目標かもしれないじゃんね、うん、そうですね、うん、それ小さな積み重ねが自信にもなるしこれが十個できたら今度百個のこと考えようとか思うし気がつけば今度 振り返ればこんな高い山登ってたってこともあるしそうだよね、うん、だからちょっとしたことで何かこう目標を持つっていうことはすごく大きい目標につながるんじゃないかなって、うん、そうですね、うん これ、素晴らしい、なんか、あの、オーケストラでいうと、コンダクターっていうのがね、こう。そういう力が細貝さんに終わり。なのかいや、僕はそういうコンダクターみたいな形じゃないですけどね。ツアーコンダクター。そう、そうですね、夢を見に。あのね、指揮者じゃないね。もう、イ、レギュラーなこと。もう、今して、あの、なんか、ここはいい名称ですよとか言う。なんか、ある意味、ミステリーツアーみたいな。もう、本当に、それを、こう、なって、こうなんとこうなんとこう、こう、進めていってしまうっていう、まあ、コンダクター。 うん<ー>でも、はい、道を外さないようにしたいっていう道幅は決めてる。そこは一番重要なところで。で、まあ、最後はね責任取らなきゃだめだよ。あ<ー>何かあった時に決断とやっぱり責任を取れる人間がやっぱり多くいないとなかなか難しいよ、ね。そうですね。う で俺ができてるかってそうじゃないんだけどみんなにこう頼っちゃってるけど、うんうん、だけど頼るところは思い切って頼らないといけないっていうスピード感は必ず必要。だから経営者って向いてんじゃねえかなそういうプロジェクトやそうですね。うん、信じて任せないと全部一人ではできないですもんね。うん、だとね人のこらことをさ、うんうん、気にするって。 で例えばともちゃんだったらねともちゃんが気悪くするからどうしようかなって思った瞬間に出遅れてんのよそうじゃなくて後でなんとかするからやってってなうほどねんまあこの世の中スピード感が一番大事なんでねもう地球の裏側の情報まで瞬時に入ってくるでしょインターネットっていうのは厄介なもんですよそうですね <laughs> まあだけどね、はい、やっぱりインターネットみたいなものをやっぱり積極的に使ってるのもね、うん、あのボブスレーなんかはあるんじゃないかなっていうふうに、ねうん、まあありますよね。うん、集客とか PR だとかいろんなことをするのはソーシャルネットワークを使ったりやはりメールを使ったりとかっていうことが一斉配信できたりしますしね。うんうん、ただ、はい、やっぱり会話は大勢とはできない。 配信は数千人数万人出てきるけどだからそこの選別をしていかなければいけないっていうのはネットワークの使い方ってあるよねねそうですこれも入れっぱなしでさお伝えしてるからいいじゃんなんて思ってたら「俺は聞いてねえよ」とか言って「そうだおっちゃんパソコンにしれねえんだよな」とかってねありますよね。ありますだからやっぱり地道にいろんなところに気配りをしていかないとなかなかそうですね。両方向で メジャーも活用して対話も大事にして。僕の場合苦情が来てから初めて気づくからね。あごめんなさい。苦情あるんですか。ええ。来てないんだとかって言われるとさごめんね。来てないとかね。じゃもう来てみたいなね。苦情もある程度推測してる部分。そうですよね。してねえし。計算かと思ったら違う。そんな計算高くないからね。思います。はいそんなことでね。 えー、もう今回も時間が迫ってきちゃってるんですけれども、えー、どううででしょうか、うんはい、面白いです細川さんの大噂は今までいろいろ聞いてきましたけれども。うんうんはい やもともと材料を持ちだったところからそれだけではいかずワンストップにっていうアイデアも豊富ですしさらにそれを地域の方と結びつける素晴らしさいやもう本当に何ですかすっかり宗教に入っちゃいそうななんか大絶賛もう早くも騙されちゃってる細貝さんに今日しますけれどもまあそんなことでね実は次の第4回細貝さんに続きねゲストに来てもらっていろんな話 聞いていきたいと、いうふうに、うんはい、思いますので、はい、ええー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますトモと。リエコの。ものづくりサポーターズ。スモールさんは、1600名に上る中小企業経営者と。10名の専門家たちが、ともに学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして。 全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞもとリエ子のものづくりサポーターズ 今回細川さんゲストに向かてね第一回目終わりましたけどどうでしたか。いや素敵な方ですね。オーラがあってなんかこうウィットに飛んでてそれでいてこう逃逸力がある。ちょっと言い過ぎ方わかんないけど。もう早くもハマって。もうね。しっかり細川いに入ってますけど何にも出されてるんだよね。頼むから電波であんまり俺のことをイメージ悪くしないでほしい。

続いてらっしゃる？続いてるよね。続いてますよね。いやいやでしょ。な見てるとすごく輝いてる感じで。やそんなことないですよ。もう本当にね、あの僕も彼に頼ってばっかりで、もう構造っていう時に頼むよっていうと、本当いつも世話かけや。いやどっちですかね。いやでもいい関係が続いてる。いいやっぱりね、同年代の友達が増えたなと思うんだよね。そうちょうど同年なんですよねそうなんですか。であの この前の時に来た緑川なんかもみんな仲間でね本当にその中小企業盛り上げようっていう人たちたくさんいるからねそうですねなんかこうハートが伝わるからそうですねだからもう細谷さんずっと言ってますけど気持ちでつながるっていうのが一番実は気持ちもいいじゃないですかあとくくさないそうでも俺が一番面倒くさいのかもね <laughs> いやでも気持ち大賛成ですね私もどうやってお仕事してるかって,ってやっぱり気持ちいいですね普段はもうそれ以外ないですよね上手、うん、い下手得意どうのとかもうジャンルだけであとはもう気持ちだけですね信頼関係とまああの本当にね、はい、尽きる話がもういっぱいあるんですけども、はいえー、今回はこれでね、はい、え時間切れと。 いうことです。ただ、あの実はもう一回、来月も、細川さんに来ていただいて。もうさらに、さらに、ぜひお願いいたします。大放出。大放出、もう他では聞けない、細川さんと放送禁止用語バリバリ。楽しみにはい、次回もこんな調子で、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。